来週の鈴木本田家両家の件で追加のご要望が。考えてみるか。はい。無知は罪だって神様は言ったけど、知らない方が幸せってこともあるよね。あなたも本当のことが知りたくて来たんでしょ。ありがとう。でも私は大丈夫よ。今日の献立どこを変更したんですか。この空、この水、この大地、これ以上綺麗なものは人には作れっこないよ。